さんとサダツピンポン、ピンポンサダツよし、はい、ということで今回はね、はい、俺ら3人ってことだね。うん、つまりうっ、つまりはつまりはつまりつまりところそんでもって他に対してドッキリをやっていこうと思います。今回のドッキリの内容はですね、まずドライブ企画をやるという偽企画、はい、こちらのいつもやってるね、早サビ歌いゲーム、サビ早歌いゲーム、早サビ歌い、その最中に私たちメンツが喧嘩しだしたらどうするのかっていうドッキリでござぶりたいです。入りたての頃とはさ、関係者も変わってきてさ、いろいろこう、まあ、言ってくれるようなことも増えたやん、うんうん、なので今回はちゃんと止めてくれるんじゃないかと。なるほど、気悪くならんとこみたいな、そう思って検証していきたいと思います。それではやっていきま、セーブセーブ、しょ、みなさんこんにちは、カル TV のカガダゆきさんと池澤とおさです。よいしょー、まあ見てもらったら分かると思うんですけども、はい、車の中にいます。やっ、やー、久々だねー。まあ車の中といえばもうあの企画しかないじゃないですか。サビ早歌いゲーム、イエーイ。ドライブしながらちょっとやっていこうかなと思います。まあじゃあ一旦俺行くわ。じゃあ OK、 じゃあ発車しまーす。それでスバルスペースボール、お願いします、お願いします。じゃあ僕から早速行きますね。はい、バックナンバー高根の花子さん、やばい、全然違う曲めっちゃ出てくる。白の真ん中、お前でも味方なりで目覚めて、おはようと笑う君を、おいでしょ、おいでしょ、会いたいんだよ、さらがだから、今だってまだなってたからね。続きまして、恋だろ、性別も年齢も嫌がらも、はい、国籍も、はい、お母ちゃん、イエーイ、やるな、うん、ズバッチ全然答えなすぎやろ。いやいや、運転してるのもあって。なるほどね、ちょっと考える時間くれよ。ソリ、はいよ、スマップライオンハート、君を守るためにそのために生まれてきたんだ。すごっ、やばいわ、全然答えらんねんだけど。いや、答えろよ、仕方ないね、これね、運転ちょっと不利だよね。不利か、不利だろ、不利じゃないやろ、不利だろ、いけるやろ、ちゃんと道見ながら考えながら。じゃあ道じゃ俺が言うわ。あ、OK、もっと企画さんでしょ。 OK、 じゃあ次行きますね。まあ、やろう、行きます。君と夏フェス、たまらないのが私なのに、ピンポーン、え、歌えてないやん。歌えてたよ、セーフセーフ、あ、セーフかよ。運転手ボーナスで2点とかない、それはやばいわ。なんでよ、それはせこいわ。不利だからね、ちょっとね。不利か、大不利よ、そんな。まあまあ、じゃあ店員さんも開いてるから、うん、運転手ボーナス2点にしよう。ありがとう、俺優しいもんか、ほんとに。まあ、やってないからだ、うん、曲入ってないから。入ってるよ、入ってる、はい。じゃあスキャットマン、スキャットマン、何の曲、おい、誰も分からんぞ。スキャットマン有名だろ、これ知らねえのお前、うん、ザコ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 、ねえ待って、私もスキャットマン分からない。変えよう変えよう、お題変えよう。なんでスキャットマン、でも誰も分からんやん。分かるって、曲変えよう、お願い。普通にだって視聴者もいるわけやん、うん、見てる人もいないから分かる曲言わない、そんな無理だよ。有名だって。次の曲は、うん、次の曲は、お出せ早く。なんでね、待って待って、ね、待って待って、ね、待って待って、ママちゃん運転で考えるのが難しいということで、私が出題させていただきます。はい、責任を持ちまして、魔法の絨毯、ラーメンのように、おー、ゆきさん行って、スバッチ1個も出てません。いやいや、だって出題するのめんどいもん。出題したやつわかんねえわかんねえって言われてさ、めんどくさいやつ、それ待って、いかん、落ち着いてるんだ。次だね。ね、待って待って、このまま行くのよくない、普通に。このままやると気迫に入るのよくない。あの、運転してるのもありがたいことだから、気迫参加してないやんとか言うのなしね。でも、
で、いやでもさ、4人しかいひんのにさ、参加しんかったら3人だよ。違う、したくなくてしてるわけじゃないから。だからそれやったら俺変わるでって。どういう曲がいいの、まず。流行ってる曲とかわかんねえからさ。なんか例えば、あの、カルで踊ってみたとか歌ってみたって曲とか、みんながよくカラオケ行った時、みんなで行った時に歌う曲とか。なるほどね。いけそう。いやー、どうせ何言ってもケチつけてくるから。いや、そんなことないね。いや、言ってくれないとつけてみてですよ。言ってないからつけてみて。じゃあ。だから一旦やってみよう。やだ。企画は？今着いた。え、ドライブって言ってるのから何で企画するの？なんで運転したやつに対してなんかお疲れの人とかない？あ、変わるかじゃん。終わったで。ちょっと取れてないやつ。スマッチは？ね、寝てった。無理やね。見てるわ。ね、ちょっと待って、眠ってて、ちょっと怖い。どうする？どうしよう。めっちゃ空気悪い。ね。どうしよう。全然尺足りないよね、多分。いや、あんない。うん、そっか。そう。どうしてあげたらよかったんだろうか。いいのよ、あれで全然。まあまあまあ、どうにかしようるいってこと。テテリー！ポッキー大成功！ねえ、待って。本当によかった。え、マジ怖い。別にそんな、別にそんな、こっちからしてると2人の顔見えないから、もしなんかもう、ああ確かにね、もう本当に、しかもなんか本当に今日当たり強くても2人が一回喋んなって思った。まあ、ちなみにあのゲームに参加できてなかったのがガチです。確かにね。普通にね。今回はまあ、ちゃんと止めようとしてはくれたね。ねえ、すごい、まあ、ただちょっともう圧に負けてみたいな感じだったから、そうそうそう、まあ、しょうがないわ。もありながらも、ちゃんとどうしよう、そしてあの企画のことを一番に考える YouTuber の鏡だよね。そうだね。イエーイ、よかったよ。ねえ、マジやだ、マジやだ。嫌なお兄ちゃんがお判定。そうですね、はい、ということで、この動画はこれで終わります。せーの、 See you later! バイバーイ。バイバイ。